34年ぶりに東京ドームでボクシング工業が行われ、王者・井上尚三31イコール大橋イコールが WBC 同級1位の挑戦者ルイス・ネリ、29メキシコイコールを6回1分22秒 TKO で下し、防衛に成功した。通算成績を27戦27勝 24KO とした。那須川天心、25 イコール、定見イコールがリングサイドで観戦。井上チャンピオンの強さについて、距離じゃないですか。距離の間合いの取り方。みんなパンチに注目しがちだが、相手が読めないタイミングでパンチを打っているので、さらに自身で、なんでそれを打つかを理解している。そこが僕はすごいと思いました、と簡単の声を上げた。34年ぶりの東京ドーム工業で、 日本人メインイベンターとして最高に盛り上げたが、キックボクサー時代の22年6月、ザマッチで同会場のメインを務めたこともあるナスカワも刺激を受けた様子。今は同じボクサーなので、ボクサーとして東京ドームを次に埋められるなら俺しかいないかなという気はあるので、と対抗心を燃やし、次の東京ドームはいつなのか、わからないが、その時は絶対来ると思いますよ。 と意欲を示した。ナスカは天心劇的慶応の井上直也に対抗心。次に東京ドーム埋めるなら俺しかいない。リングサイドで観戦し簡単も。